おはようございます。バンシティビでございます。なんだかんだ俺ヒロ君と一番やってる気がするわな、今年。決めてますね。ね、なんかいい相棒になってるわ、はい、今回はですね、初めてのホーリーボーリーに参加しました。去年一昨年かもうホーリーボーリーやってたけど、なんか俺やれへんかったよね、多分仕事を言い訳に。でも今年はヒロ君が誘ってくれたおかげで、今日明日2日間雰囲気をね皆様にお届けしたいなと思います。で、もしかしたらバンフ TV を見て初めてホーリーボーリーというものを知る人もおると思うから、でどういうものなのかね。よし、来たよ会場。なんか大会じゃないのに緊張するよな。なんかワクワクする。はい、入ったよ。ぶっくってるわ。緊張の第一投。難しいですね。思ってたんと違う。なんかもっとウェーイみたいな感じかなと思ったらさ、一応曲名ではちゃんとスペースかけてドロップしましょうっていうのと、アイテムによって大きさも飛距離も高さも違うから、トリックとか弾くのは慣れてからにしてねみたいな話やったけど、なんか納得した。飛びくぎるし、トモと飛べへんし、むぐいね。俺撮りながら行ったこと後悔したもん。痛かった。ほんで太ももに GoPro かかったもん。とまあ教育盛りやったけど、ちょっと2、3本7瞬転してから行きましょう。はい、じゃあ4本目か。ちょっとウォーミングアップしたところで、じゃあお願いします。また準備できた。広く行こう。はい、あれ危なかった。いいね。いやーマジでどのアイテムもね、リップが90度に上がってて、着地も90度に落ちるっていうイメージ。これの難しさはマークにしてもまっすぐ飛ぶにしても、どっから飛んでどこに行くかっていうのははっきり目標を決めとかないと、ノリでできるようなアイテムじゃないですね。怖いね。おお、やばいやばい。
疲れた。普通に俺自分でも自分が死んだと思った。立ってみたらテーブル全部見えたもん俺。いや抜けがさマジで最後最後真上。やっぱリップを使ってじゃないとフリップ系をやる人はいいかもしれんけど横回転は無理やわ。むぐい。いやまあでもやれたからいいや、怪我してないし。なんかバコーンって言ってた。大肩パン食らってたよ。疲れるな、ほんま。ちょっと俺一個やりたいことあって、はい、ボルケーのセンター行ってまくりそうになったの覚えてる、はい、あれはちょっと俺またやりそうで怖いからリップから言語してみたいね。ちょっと怖いけどあれやってみようかなと。ボリボリもうこれで2日間終わったけど、まあ最初こそ難しいレベル高いみたいな感じだったけど滑る中で馴染んできて結果的にはやりとやりたいことをやれたらっていうボリボリでした。そうでしたね。やりたいことは試したかなって思います。ね、いいイベントです。これはかなり満足度高いし、まあ、毎年サンシャインとは限れん。今のところ3年連続サンシャインやってるけど会場はどこであれ週末はパブリックに開くんで皆さんも地元で会った時はやってみてください。マジで楽しかったな。楽しかったですね。